それでは次回7月12日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松坂は NHK ドラマ永遠の西っぱ放送直前ということで、過去に放送した松坂歴史探訪松浦武四郎編前編を毎時0分からお送りします。また毎時30分からは後編をお送りします。この後30分からの特集コーナーは、徳光喜佐の知りたい日本、増える集中豪雨、命を守る3つの行動をお送りします。次回のアイウェーブ松坂もぜひご覧ください。それではこれで失礼いたします。